よいしょ。あ、た。びっくりした。いきなりなんか後ろから来たから、すごいびっくりしてしまった。吉田さんの旅行もね、またこういずれやりたいとは思ってるんですけど、まあ、体力ゲージが1日半は持つようになったので、でも帰りは持たないんだよね。そうすると、あ、やっぱ開かない、ダメか。うん、さすがに深夜ですもんね。うん、リキュール飲んで、旅行先でリキュール飲めるのかな。そもそも名前を入れようは何歳なんだと。多分まだいないんですよね。まだ寝てるんですよね。キュリオさん、起きてよキュリオさん。うん、あー、どうしよう。じゃあ餌だけ買って寝て終わりにしましょうか今日は。さあ、餌をください、餌をください、餌をください。もうお客さんは待ってますよ。っていうか勝手にこう入れちゃっていいのかって、うん、まだ開店時間じゃないのに入れちゃって。お、お、来た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 。おはようございます。うん、待ってました。ほいほい、買う買う。5個くらい買っときたいな。あ、あ、いらないいらないいらない。やめてよ、そんなのいらないよ。ほぼ全財産じゃないか。そんなのいらない。勇者はおばあちゃんをいじめたから私は許さないもん。よいしょ、買う。買う。いくつ買ったっけ。もう一個くらい買っとこうか。じゃあ、よいしょ、買う。よし、ポン。お、なんかすごい汚いことになってるな。ストック、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 ストック。これもなん、これも、今は使わないからストックしときゃいいか。これ並べ替えられ、変えれるらしいんですけど、やり方が、わかんないですね。あ、こうか。できたできた。四角ボタンでした。できたできた。よし、これでだいぶ見やすくなった。よし、よいしょ、よいしょ、よし。あ、さ、もうよ、もうすぐ40分になってしまう。じゃあサクッと帰って寝て終わりにしましょうか今回は。まあなんか一気にラボを取れたような気はしますが、とりあえず次回は、キュリオさんの、夜のお店で、クロロフォルムを買っ、クロロフォルムとあの変なお花、お花？なんか翻訳フラワーだかなんだかっていうお花を買って、
で、あの石板みたいなのが読めるのかどうかわかんないですけど、やってみて、あとクロロホルムで、あのおじさんを眠らせると。よし、よいしょ、じゃあ寝ます。あ、しまった、太陽の日でしたね。うん、もったいないことをしてしまった。太陽の日はイビリーの観察日記をつける日なのに。それもラブ、これもラブ、そして動物たちの魂からラブです。エルモ、次のレベルまであと1ラブが必要です。まだまだ世界にはラブが散らばっていますよ。これからもたくさんラブを集めてくださいね。はい、ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければ次回もお付き合いくださいませ。昼から始まるんで夜になるまで暇なんですよね。とりあえずクッキーをもらうと。あ、そうだ、あれだね、いただいたコメントにいくつかこう、なんか、こう、アドバイスがあったので、それをね、ちょっと、やってみましょうか。とりあえず、お城の方に、行ってみます。よいしょ、よいしょ。なんか、左側の通路のところに、アイテムがあるとか、隠されたアイテムがあるとかなんとかという、お話だったので、それをね、探してみようと思います。誰だよ、そんなところに隠したのは。よいしょ。これは、なんだ、そういえばこれを、ガサガサ。ガサガサ。お、なんか出てきた、なんか。なんだこの変な黄色い虹みたいなの。ガサガサ。ガサガサ。お、大地が来た。やめてください。それは城に伝わる由緒正しき浮気。いたずらはご法度です。はい、させん。でももう一回やる。もう一回来る。やめてください。浮気に触れたらいつでも飛んできますよ。キャー。キャー。ごめんなさい。でももう一回やる。本当にいつでも来るのね。うん。おさまこんにちは。ふふい。靴花火。そういえばあれなんですよね。夜のイベントのやつは、ネームプレートを見せないと、無視される。軽く無視される。いけないんですね。全然その発想がなくて。うん、いただいた、これまたアドバイスで分かったんですけど、本当ありがとうございます。こっち側の通路だったよね。ここにアイテムがあるという噂ですが、どこ？あ、なんか出た。あった。大臣の司法書をゲット。お、やった。ありがとうございます。これは大臣に返せばいいのかな？大臣はで、その大臣はどこにいるんだ？肖像画、のんびりキング12世。12世！ほう。12代目ですか、今の。ここにいるかな？どっちだろう？謁見室かな？あれ、いないな。よいしょ。謁見室の方かな？じゃあ、謁見室の方に行ってみましょうか。よいしょ。よいしょ。あ、そうだ。更新、多分これ、久しぶりの更新に、アップになって、